はいどうもそうたたた奇跡を歌う。はい、というわけで昔のイラストと今の私のイラストを募集します。なので2枚よろしくお願いします。とりあえず一発目はね、まあお手本として、まあこんな感じで投稿してほしいよということを示すために、あられちゃんのお手本として見たいと思います。溶けるドラえもんですね。まあこれに対してね、僕なんで溶けるねんって言ったら、あられちゃんね、溶けたいからって言ってましたね。何を言いたいんでしょうね。中1が左、中2が右、採用しないと暴れますよと。こちらとしてもね、どうぞ思う存分暴れてくださいとも言えないので、とりあえず採用しましょう。これが中1で、でこっちが中2ですね。あ、ちょっと誤字がありましたね。こちらの2枚ね、専門家の意見によりますと、左の方はね、まあ絵描きたてでね、まあ絵を描くのが楽しいという心が現れているんですけども、右の方はね、おそらくアニオタになったでしょうとのことでした。続きまして1枚目が5年前、そして2枚目がね、今年だそうです。まあなんかゲームキャラみたいですね。あ、なんかこんな感じのイラストが得意なんですかね。まあこれはね、めっちゃ可愛いと思いますね。ありがとうございます。続きまして1枚目は昔ので、2枚目が今でございます。こちらなかなかのセンスよくらげ。続きましてこちらが今のイラストになります。どっちも可愛いよね。あのこういうことですよね。左が1年前の自分で、右が今の自分です。これが1年前の自分で、そしてこっちがね、今の自分です。お絵かきしてます。あのそういうことじゃないですね。1枚目昔の絵。はいはいはい、なるほど、確かにアンパンですね。昔っぽいですよね。はい、今のは。続きましてこちら左が3年前、右が今です。過去作のリメイクをしましたと。はいはいはい、こちらがね、今のイラスト、あ、違う、間違えた、こっちが昔のイラストですね。これすごい可愛いですよね。もうこの時点でやっぱ才能があったんでしょうね。あのここからね、もうさらにどう可愛くリメイクしてなるのかなと、思ったんですよね。はい、こうなりましたね。これナウです。これナウ。まあまあ面影があるといえばあるんですけど、絵柄がすごい変わりすぎてませんかね。すごいですね、この成長。はい、続きましてこちら文月さんですね。1枚目が昔々あるところに、そして2枚目がね、ナウナウです。こちらがね、昔々あるところに、ですね。そしてこれナウですね。なかなかというよりもなんだろう、まあめっちゃ綺麗の一言しか出てこないのが結構残念なところあるんですけど、これはもうなんかもう上達の領域を超えちゃってますよね。はい、こちらは壁紙確定ですね。続きましてこちらですね。猫ととマトカンさん、マトカンさんみたいな名前だと思うんですけども、カボチャが小5で、おててが中1で、エリックが今ですねと。あー、でもこのカボチャは初めからうまい気がする。おててがね、おててもあー、これは才能、昔からちょっと才能がありすぎる気がするな。でね、もうここまで持ち上げてくれたってことはね、最後はもうさらに進化したところを見せてくれるのかと思ったら、もうエリックでついには何もわからなくなりました。